はい、こんにちは。札幌占い美容室早山香志のことです。今回は、今日は、今日どうしたいですかね。髪の毛、今日は、はい、髪の色がちょっと上と毛先の方ではちょっと違って、ここが黒いかな。そう、上が黒くて、はい、この下がなんかこう髪もちょっとくるくるで、あと傷みやすいんで、はい、すぐなんかこう光に当てたらキラキラしちゃって、っていうのと、あと前髪がこの頃ちょっと梅雨ですごいくるくるになっちゃってて、はいはい、それをどうにかしたいのと、はい、あとなんだろう。そんな感じですか。はい、長さはちょっと切っていいんですかね。長さは顎ぐらいかな。そうですね、はいはい、今そうですね、おねりさんの髪の状態だとここが根元ちょっと明るい、ここがちょっと黒くてツートンになってるんで、暗くしたいんだよね。結構暗くしたいっていうことなんで、まあ結構真っ黒ぐらいまで下げていいということなので、ちょっと暗くします。で、前髪はまあ癖生かしてちょっとカットするのと、あとはまあ癖毛のカットでちょっとこの辺を切っていきたいなと思います。はい、そんな感じでまずカットからやろうかな。カットからやっていきます、ね、はい、お願いします。お願いします。伸ばしちゃうとまたこう跳ねる特性があるんですよね、くせ毛って。で、引っ張らないで自然な状態に、逆らわないでカットするのが一番ベストなんですね、くせ毛っていうのは。なので結構コームを入れてカットする。そうすると本来の癖っていうのを殺してしまうんですよね。本来持ってる、生まれ持った癖の状態でまず切ってみて、で、ファーストカットはそこでだいたい分かるんですけど、セカンドのカットで、ファーストカットで乾かした時に落ちる位置が多少また変わってくるんで、でそこでまた見てもう一回切るみたいな感じでやっていくのが一番ベストだと思うんで、今かなり癖が強い状態で出てるんで、ここでファーストカットである程度ちょっと荒切りというかして、髪がこう動いてくるんで、その位置をまた自然な状態で2回目カットしていきます。だいたい普段だったら5分ぐらいだったら切れますね。ちょっとこう今説明しながらやるんで、ちょっとまあゆっくり切っていきます。で、今日使うハサミはショーバルタンっていうハサミで、これ結構癖毛のカットでは僕かなり使うんですけど、こちらのショーバルタンっていうハサミで、ちょっとアールが入ってるハサミです。これかなり使えます。で、まあ、どういう感じで切るかっていうと、まずレングスを、でモデルさんの頭の角度も結構大切で、下向いて切っちゃうと、もちろん前上がりになりますよね。こういう風にちょっと下向いてもらっていいですかね。この状態で切って顔を上げると、こっちが短くなっちゃうんで、マッシュルーム見たくなっちゃうんですよね。じゃあ逆に上を向いてカットしたらどうなのかっていうと、ちょっと前下がりになるんですよっていうような感じで、まあモデルさんの頭の向きで結構変わってくるんで、例えば頬を見ながら美容師さんがカットした場合は結構顔周りが短くなっちゃうことがあるんですね。なので、まあ、僕切るときは、僕は結構本読まないでもらうんですけど、まあ、もしくは読んでたとしても大体予測はできるんですけどね、まああまり自信がない方は頭上げてもらった方がいいと思いますね。で、まあ僕結構切っていくのは、もうここで挟んでロックしたらこのまま切っちゃうんですよね。これ本当に楽で、くせ毛カットではすごく使えるんですけど、大体顎の位置かな、この辺かな、ちょっとこれカメラ見ながらカットしてるんで非常に難しいんですけど、こういうような感じで切る、まあこのまま、これ今 R のこっち側の R で切ってますね。えぐる方じゃなくて、こっち、こういう方で切ってます。はい、で、大体ここで、ファーストカットは、大体この、くせ毛の感じを見ながら、挟んでですね、カットするんですね。えって思われるかもしれないですけど、結構こういう感じの方がいいんですよ。だからまあ、ほんとシザーで
くせ毛カットっていうのは本当に普通のシザーで切るとちょっと直線なので、うん、ちょっとまああれかなと思うんですけど、で今バックをちょっとお見せしますね。はい、でサイドからバックを切っていくんですけど、ちょっと下見てもらってこのぐらい出てくるんですかね。まあ、大体どのぐらいにしたいか。で、この時にポイントは、この中の指をなるべくモデルさんの方の頭につけた方がいいですね。こうリフトしちゃうとグラ入っちゃうんで、はい、こういうような感じで、少しこう内巻き、ちょっと極端にやりますね。ちょっと内巻きにこういうふうにするようなイメージです。ね、ここをね、お客さんの頭皮につけて挟むっていうような感じですね。はい、でこのままカットして、だいたいウェイトの位置がどの辺なのかっていうのを把握しながら、仕上がりがどうなるかっていうのを、やっていきます。はい、こんな感じですね。でこれでちょっと毛先濡らして乾かすとまた動きが変わるんで、これがファーストカットなんですね。でファーストセカンド入れていかないと癖の位置っていうのがわからないので、細かく取って切るより間違いなく綺麗に切れるんで、絶対まあこれね、最初見るときにえっと思うかもしれないんですけど、細かく切っても綺麗に切れないんですよ、癖の場合って。逆に反発しちゃうんで、でまあここも指をこの間に入れて、まあ、ほとんど生姜でいけるんですけど、今日はちょっと目閉じる。多分彼女みたいな癖はすごく上がってしまうんで、でこれもちょっと中入れてるんですよね、インぐらいになるように切ってるのはこうじゃなくて中に入れてます。で目の上はひっくり返します、ハサミを。はい、これで前髪はちょっと切れました。で表面が多分この状態だとここがなじまなそうなんで、ちょっとこう段を入れようかなと思います。で段入れるんですけど、ここもちょっとですね、トップから指3本分なんで5センチなんですよね。この5センチをまず取って上から持ってきて毛先少し入れますね。この時もほとんどこれテンションかけてないんですよね。これぐらいでいいです。絶対広がるんで、カットラインがずれるんで。で長さ不安だったら上でここで揃えてくれれば全然大丈夫なんで、上からここのポイントが結構鍵なんですけど、こう持って2つの手で滑らす、でインぐらいに持ってきながらカットするっていう感じですね。ここで、挟んで上から持ってきてインぐらいに持ってきて切るっていう感じです。バックも簡単な感じなんですけど、ここが今ちょっと出てるんで、ここも少し多分このままだと癖でこう重さがねパツンで切った感じになっちゃうんで、ちょっとなじますのにトップ5センチだけ段を入れたいと思いますね。このままこの時にこの向きなんですけど、まっすぐ引き出してるかどうかっていうのをしっかり確認します。どうやったらいいかっていうと、つむじを見ながらカットすれば間違いなくずれないんですね。これは不思議なんですけど、つむじをずっと見ながら自然とカットしていくと、この時をここでつむじを見るんですね。ずっと今つむじを見てます。ロックするまでずっと見ます。ロックっていうのは最後の切る寸前のところですね。この瞬間までつむじを見るんですね。はい、でつむじを見てます。そうするとまっすぐ引き出すことができます。姿勢とかそんなに関係はないんで、つむじを、はい、この状態からつむじをずっと見てます。で内巻きにしながらカットしていきます。でつむじを見て
ます。まあ今かなりゆっくり切ったんですけど、まあ普段はもう多分カットして終わってると思うんですけど、まあこういう感じに切るんですね。襟足はね、引っ張っちゃっていいんですよ。引っ張って戻ろうとする癖が内巻きに入ってくれるんで、今僕これ引っ張って切ってるんですけど、引っ張ってショーバルタンのこのえぐる方でカットしてるんですけど、テンションめっちゃかけてます。ここに関しては、ここは襟足に関しては絶対出てきてそこがおかしくなっちゃうんで、引っ張った状態でカットします。まあパツンってなっても後でなんぼでも直せるっていうか、そのチェックカットするんで、ほとんどコーミングしてないのは分かると思うんですけど、コーミングしてないですよね。もうこれでいいんですよ。余計なことするんでおかしくなってしまうんで、もうそろそろですね、そういう何ですかね、まあ、昔からその決まってるカットってあると思うんですけど、もうそろそろ変わっていってもいいんじゃないかなって僕は思ってますね。そういうその過去の概念っていうのを捨てて、はい、過去を捨てないと新しいものって生まれないので、僕はもうそういうのに気にしないでいいと思うやつをそのままやってます。もしカットで普通に綺麗にウェットでコーミングしてカットして多分すごく綺麗に切れるんだったら、なんか逆に見せてほしいなって思うんですよね。なんかそのなんかそういうやり方みたいのもちょっと僕も見てみたいと思うんで、そういうやり方があるんだったら逆にその見せてほしいなっていうふうに、あまり見たことがないので、基本モデルさん癖なかったりとか、YouTube とか見ててもほぼ癖毛じゃない人のカットしたりとか、あともしくはブログとかでももう完全に出来上がったくせ毛カットの仕上がりの部分しかなかったりとかするんで、途中のプロセスってほとんどリアルな情報ってないんですよね。なんで実際アイロンかけたかもしれないし、ブローしたかもしれないしっていうの、本当リアルな部分って分かんないんですよ。なんでそこでなんかもっといい情報があるんだったら僕もちょっと知りたいなと思うんで、ぜひいいのあったら教えてください。まあ、ちょっとね、見ながらカットしてるから多少ずれてるとこもあると思うんですけど、これで一回少しちょっとウェットして、ウェットの状態で髪の、じゃ編集しないでこのままいっちゃいますね。じゃあこれで手を、これでセカンドカット入るんですけど、セカンドカットの前に大丈夫ですか、はい、ちょっと濡らして、はい、このような感じに一回ちょっとウェットにするんですね。で、また髪の毛の落ちる位置っていうのが切ることによって変わってくるんで、でだいぶ癖がちょっと癖じゃないな、最初にカットしたラインがまたちょっと変わってくると思うんで。はい、でこの辺、ここからまたちょっと乾かしてカットします。一回乾かします。どうかな、ちょっとこんな感じになったんで、ここからセカンドのカットを、もう一回ですね見ていくんですけど、ちょっと癖の位置がずれてきてるんで、自然なところでまたちょっと切ります。上から手を持ってきてちょっと切っていくんですけど、結構ここ指切っちゃうんで気をつけてください。結構バックのネープのところの今毛が結構出てきてるんで、まあ、そこ切んないとなーっていう感じですね。これでまた毛のね動きが、なったんで、分かるようになったんで、ここがちょっと跳ねるかなっていう感じがするんで、ここを少し取ります。
バックがこう見たい感じ荒れちゃってるんですよね。なので、で、多分これそぎをですね、表面めちゃくちゃ入ってて、多分以前来た時にここ軽くしちゃってるんで重さで抑えれない状態に今なってます。ですので、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、ここがもう軽いんですよね、表面が。なのでもう動いちゃうんですよ、すいたことによって。で、収める重さでも抑えることができないんで、もう中切るしかないなということに決めました。で、中をちょっと切ります。下向いていただいて、中のくせ毛を引っ張りますね。で、ちょっと切っていくんですけど、簡単ですよね。これで、だいぶ収まったかなという。でもね、なんとなく仮で切って後でつなげていけばいいので、とりあえず一回こんな感じかなっていうのを一回作ります。ちなみにこれはえぐる方の刃で切ってますね。こういう風に山切りカットの方で切ってます。そしてちょっとこっちに倒しさせてください。で、こういうね、出るところを中の切っちゃうんですよね。まあ、これでだいぶちょっといいですかね。これでなんか収まった感じ、皆さん分かりますでしょうかね。で、内巻きをこう手でですね、イメージして、これもかなりね、表面軽いんで、ちょっと毛先に重さをプラスして収めていくような感じですね、癖を。で、まあ、もっと早く切れるクルリンパっていうカットもあるんですけど、それはちょっと動画じゃ見せれない、この無料のやつじゃ見せられないので、なんか機会あったら探してみてください。で、だいぶこれでも綺麗になってきてますね。で、今は先ほど切ったラインに合わせて、今ちょっとチェックカットというか、少しこれテンション入れてますけど、カットラインがおかしくないか今チェックしてます。だいぶ揃ってきてますね。で、今表面が軽いんですけど重さ足したんで、この中をちょっとすいた方がいいかなっていう感じがあります、現時点で。で、そこはちょっと薄くかなっていう感じですね。はい。で、今日は超簡単な削ぎ方をやりたいと思います。もうセニングは使っちゃいます、これに関しては。まあ、いろんなスクラッチカットとかもいろいろあるんですけど、今日はセニングでやりますね。この T2 は 8% しか取れないやつなんで、これをこのまま入れちゃいます。まあ横にっていうか縦にですね、ちょっと分かりやすい感じに切ってますからね。サイドはここまでしか生えてないけど、バックはやっぱ入ってるんで、生えてますから、サイドからバックに行くところってやっぱりいきなり多くなるんですよね、毛が。そこってつながりづらいんで、そこをですね、ちょっと取っていくような感じ。これも、あんまりこう引っ張ってないんですよね、実は。で、落ちる自然な位置のところをもうその癖が出てる状態をそのままセニング入れてる状態になりますね。で、これバサバサになるかって思うかもしれないですけど、全然大丈夫です。やり方がちょっと間違ってやっちゃうとちょっとあれなんですけど、このやり方でやっても全然大丈夫です。まあ大体多いのは伸びてきても大丈夫なんですかっていう、まあ、質問もあると思うんですけど、でも剃らないと結局膨らんでしまうんで、癖が出ちゃうと思うんですよね。なんで結局中をスライドカットしても何しても結局なとこはそぎはそぎなので膨らんできちゃうと思うんですよ。なので、まあ今日はこのやり方でやってますね。で、これがこればっかりやるってわけじゃなくて、今日はこれって感じになってます。髪質に合わせてっていうか、今回細い髪なのでこのやり方でやってますけど、太い髪とかだとまた違うそぎ方で
まあ、一応やるんですよね。髪質に合わせた削ぎ方にしてます。細い髪であんまりこうセニングじゃなくて普通のシザーでこうすいていくと結構ね難しいんですよね。なんか変にこうなんていうんでしょうね、馴染まなかったりとかしちゃうんで、まあ今日はこのやり方で。ただ危険なのはこれセニングがちょうどこのセニングだからできるというか、普通のセニングでやっちゃうとめちゃくちゃ穴開くのでちょっと気をつけてくださいね。あくまでもちょっと僕自分の道具でしかちょっとカットできないんで、これ間違っちゃうと穴開きますからね。例えば 30% ぐらいのセニングでやるとバツバツ穴開いちゃうんで、ちょっと危険です。多分これで濡らして、スタイリングしたら多分普通に綺麗に収まると思います。この状態でもブローしなくてもできるはずですね。もうこの状態で大体もう分かるというか、これ今適当に入れてそうなんですけど、これもすごい計算した入れ方なので、この辺は結構もうすでにめちゃくちゃ軽いですね。もうペラペラな状態になっちゃってるんで、この辺もですね収まるはずですね。もうちょっと、でここカットライン見ていただきたいんですが、こういう風に綺麗につながってます、表面の方が。結構薬性をこういう風にノーテンションで切っても綺麗になってるわけですよ、引き出した時に。はい、でこれね、また後でチェックカットするっていうことで、これでカラーを入って、またちょっと後で自然に乾いた状態をちょっと見ていきたいなと思いますね。今カラーの方をシャンプー台でもうつけちゃったんですけど、普通の黒だと面白くないのでバイオレット系の黒を選びました。でカラーは、スローカラーの V6 とバイオレットの6とナチュラルの3です。で1対1です。それで黒染めで大丈夫ってことなんで、黒染めでちょっとバイオレットで、ちょっと変化をつけるというか、そのような感じで、モデルさんの意思をちょっと尊重してやりました。はい、でシャンプー台でもつけたんで、あとはコーミングしてですね、つけていく感じですね。たまにこの気をつけないとダメなのが、黒染めっていうかこのトーン暗いやつでやるときに、根元暗いから根元 OK かなと思って根元やったら根元の2センチぐらいパンと上がっちゃう場合が結構あるんですよ。実はそういう経験してる方いらっしゃると思うんですけど、根元開けた方が絶対安全です。暗いから根元からいいよって思ってやっちゃうと結構根元になる可能性が非常に高いですよね。モデルさんがすごく明るくなりやすい方とかだと毛先だけ沈んじゃって根元若干明るくなっちゃうとかねあるんで、もう少しぼかし塗るぐらいでいいかなと思います。であんまり今根元、ちょっとこの辺がついちゃったけど攻めてるようで攻めてないですね。ネモキン防止を、皆さんしてください。はい、で今、カラーの方からカラーを割って、上がってきたところなんですけど、これからちょっと乾かしてみたいと思います。で自然に、内巻きに入るかというか、どのぐらい収まるかっていう部分をちょっと見て、で最後またちょっとチェックカットして終わりたいと思います。で、くせ毛の時に使うものでこれヘナジェルなんですけど、これくせ毛用っていうか、使えば使うほど癖が出づらくなったりとか、あとボリューム出すことも逆にできるんですけど、収まりが非常にいいんでちょっとこれつけて乾かしていきます。手に取ってですね、でラベンダーの香りがするんですけど、全体にこうつけていただいて、あと乾かすだけになります。
匂いいいっす。はい、いいです言わせてるみたいですすごいです。いいですよね、はい、これあのヘナ使ってるんですよね。でヘナが髪の毛 の, ここ内部の方にですね、まあ、内部っても外側なんですけど、そこに定着してくれるんで落ちないんですよね、トリートメントの効果が。で やればやるほど効果が出てくるっていうようなトリートメントなんで、かなりおすすめでですね。はい、では乾かしていきます。ではこの状態でちょっと乾かしてみたいと思います。で、一応早送りに多分動画しちゃうと思うんですけど、嘘ないように編集ノーカットでこのままいきます。はい、これで今ノー編集の状態で乾かしたんですよね。ブロー一切してないんですけど、まあちょっとだいぶ癖収まったかなと思います。後ろもこのぐらいの感じで、これからさらにちょっとだけカットしてもうちょっと収まりを良くしていきたいと思います。これで癖毛カットがそんなに細かく切る必要がないっていうのが分かっていただけたと思うんですよね。こういうふうに収まるのはやっぱりこういうふうな切り方かなと思います。結構収まってますね。なんとかすごい収まってる。はいそうなんです。まださらに、まあ、細かいところをね。で細かいところまたカットラインずれてるんで、あと前髪が前髪の、これちょっと引っ張るんですけど、前髪の方の中の毛が結構うねりが強くて、前髪厚くはしないんですが、ちょっとテンションかけて中の毛引っ張り出してそこを切ります。ここでテンションかけて、ちょっとこういう細かい毛が出てくるんでそこをちょっと切ります。はい、前髪あんまり厚くしたくないので、この脇の方を真下にシェイプしてこういう風に出る毛があるんでそこをカットしていきますね。そうするとより、癖が取れてツヤが出てきます。こういう脇のところ、こめかみのところっていうのは結構癖が強いんで、それを真下に引っ張って、はい、こういう出てくるところをちょっと切るんですね。そうするとこういう風にくるくるって分かりますでしょうかね。結構癖が取れてると思いますよ。でこっちも同様に、この顔周りの癖が非常に強いんで、この辺はちょっと切った方がいいのでちょっと引っ張ってここをちょっと切ります。まあ、厚くはしないんですけど、サイドちょっと広めたかな、若干で、ちょっと溶かしてみて、軽く、で、ちょっとカットラインがずれてるところ出てくるんで、ちょっと下見てくださいね。そういうところをこれからカットしていきます。で、アラファでコーミングしますね。で、アラファでコーミングしてちょっと出たところを切っていきます。はい、アラファでコーミングして出るところ絶対出てくるんで、皆さん耳は切らないでくださいね。結構見えないですから。刃をちょっとこういう風に入れてるんですよ。こうじゃなくてちょっとイングラで中を削ってるこう感じなの分かるでしょうか。こうやった方が収まりが良くなります。ちょっとこうしてくださいね。はい、これでバッグの方は OK です。はい、頭上げてください。
で、この辺をサイドもちょっと引っ張ってもう一回カットラインチェックですね。最後はい、癖をさらに取っていきます。このくせ毛の原因っていうのは実はまだここが広がってるんで、前回すいた毛、前回多分他の美容室で好かれてる毛と、あと生え変わってきてる毛を取っていきます。で、大バルタンで、まずこのくせ毛を取ります。見えてますかね。縦に出してバックシェイプして取っていきます。はい、でバックシェイプですね。基本バックで大丈夫です。はい、でまた1センチずつバックに進んでいきますね。まあ、これをやるとどうなるかっていうと、すごい収まります。で、これシェイプをただまっすぐじゃなくて少しこうしてます。ちょっと極端なこと言うとこういうシェイプです。で、これがテンションかけて引っ張ってるんですけど、くせ毛の原理で引っ張ると戻るっていう原理があるんですけど、あえて引っ張って内巻きにキュッて戻るようにわざと引っ張ってます。これでギュッと引っ張ることによって癖が内側に戻るので、わざとこれは引っ張ります。で、このシェイプが結構大切で、ただバックに引っ張って切ってるんじゃなくて、ここで R を入れることによって収まりが良くなるんですね。この R ですね、ここを入れることによって収まりがちょっと良くなるんですね。この R です、ここです。で、R で描いた道筋をハサミでたどっていきます。なるべくいいですか、このハサミでたどった道をなるべくこういう風にたどっていきます。結構これ毛落ちてるの分かるんですけど、これ全部くせ毛のとこを切ってですね。で、先ほどすいたT2 セニングですいたところの毛もなじませることになるんで、まあヤスリがけみたいなものですね。これ自体はヤスリがけっていうような感じで、くるっと丸めて取っていきますね。まあ、僕はもうこのコームだけでいっちゃうんですけど、これはコームだけでいっちゃうんですけど、慣れてないとできないですね。危ないんで結構切っちゃうことがあるんで、バツって。慣れてる人はもうコームだけでこういうふうにいけるんで、まあ効率はさらに速くなりますね。よりテンションかけてるだけに癖が出てきてくれるんで、コームだけでやっていくとさらに速いです。で、こう、またここですね。これ分かりますかね。こっちやりました、こっちやってないです。さらにこんだけ変わるんですね。
で見ていただくと分かるんですけど、シルエットが小さくなったことと、あとツヤ感がめちゃ出てるんですよ。もう全然違うと思うんですよね。もう最初のくせ毛はどこ行ったのっていう感じだと思うんですけど、ここまで変えれるんですよね。なんでカットだけでこんなに変えれるんで、まあ、くせ毛カットって本当に奥が深いと思うんですけど、いろんなやり方がまだまだたくさん、あります。まあ、今日はこういうやり方でやってるだけで、いろんな方法がまだまだあるので、今後もちょっとですね、いろいろチェックしていただければいいかなと思います。結構見えないか、全然違います。違うでしょ、半分ぐらい。そうそうそうでこれ見ていただくと分かるけど、このくせ毛なんだよね、結構この取れてるやつ、くせ毛っぽい感じ。全然重さが違いませんか。すごい、アイロン入れたみたい、本当すごいですか半分ぐらいじゃないですか。半分ぐらいですね。いや、すごい。ちょっと時間がないのでちょっと急ぎますちょっと時間がないのでちょっと急ぎます。時間がないバージョンちょっと電車の時間が、これさっきと入れ方違うんですよね。よりこれ、たくさん取ってるんですよ、こっちの方が。さっきのやり方で全然いいと思います。まあ、ほとんどこれ大バルタンじゃないともうほぼ切れないですね、こういうラインは。普通のシザーで絶対切れないんで、大バル使う方がいいと思います。で、まあ、これ見てる普通の方とか、もしカットしてほしいとかそういう方もいらっしゃるかもしれないので、大体ですね2週間ぐらい僕の予約って埋まってるので、2週間前に予約していただければ大丈夫かと思います。1週間前とか前日とかはちょっと厳しいと思うので、2週間ぐらい前から予約していただけたら多分大丈夫かなと思います。こっちはマルサの、この、コンベックスの方のシザーの向きでちょっとカットしてます。コンケーブで切っちゃうと髪の毛っていうのが広がっちゃうので、こっちはコンベックスで真ん中に寄るような感じで、ちょっとやってます。そうしないと全部端に、外に逃げてしまうんですよね、カットラインが。なのでコンベックスの方で切った方がいいです。でこう中切るときはコンケーブで切った方が、逆にこのコンケーブが反対に落ちたときにコンベックスに変わるので、コンケーブから入った方がいいですね。こっちコンベックス入っちゃうと落ちた時にコンケーブに変わっちゃうので、これがこうなるってことなんで、このままコンケーブで切ったのがこうなってコンベックスに変わるという感じですね。で、もうほぼ終わりなんですけど、これのカットの良さって何かっていうと、実は皆さん気づいてるか分かんないですけど、ここなんです、鉢なんですよね。で鉢がシャープになるんで、かっこよくなるんですよ。ここがこの落ちてる毛とか結構鉢のライン今中心に取ったんですけど、ただやってんじゃなくてここを削ってここがタイトになることによって下が広がりのツヤあるボブに変わるんですよね。これってかなり大きくて、これがこうやって四角いボブ、日本人の骨格ってここが張ってるんで、どうしても四角くなっちゃうんですよ、くせ毛の方って。でここがシャープにこんだけなればすごい可愛いボブに変わるんですよね。もう全然顔の 見え方が変わっちゃうんですよ。なのでこういう風に切ると本当にここが本当にこう潰した感じになるんで、全然違うボブに変わります。
というような感じですね。で、時間ないんでカットはまあこんな感じで撮影したいと思います。はい、今日も撮影終わりました。特にありません。過去の延長線上じゃなくて新しい滑走で考えてみてもいいんじゃないかなって僕は思ってます。いろんな面に関してなんですけど、ハーマも矯正も、カラーも、まあ、いろんな部分は過去の基本があってのことだと思うんですけど、それを新しく変える時代が来たんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、皆さんまた、早任せの動画を見てください。ではまたお願いします。どうもー。